私、鈴木孝之は、今シーズンをもちまして、引退することを決断いたしました。まあ、21年間という、まあ、長い間プレーしてきましたが、まあ、本当にたくさんの人たちに、支えていただき、プレーすることができました。本当にありがとうございました。そうですね、まあ皆さん、まあ分かってると思いますけども、センスだったりとか、うまさを売りにしてる、まあ、プレイヤーではなくて、やはりボールの球際だったりだとか、まあ、そういう競り合いだったりとか、そういうところを、まあ、頑張れるとか、まあ、勝てる、まあ、そして気持ちの面で負けないっていうものを、まあ、自分の中ではまあ大切に、っていうか、まあ、そういうプレー以外はまあできない選手だったので、まあ、おのずとそれが、まあ、自分の武器っていうことになったと思うんですけど、まあ、そういうプレイヤーだったと思います。日本代表に別に伝えることはね、まあ、そんな、まあ、立場ではないんですけども、まあ、皆さんもまあ知ってる通りに、ずっとね、試合に出て活躍していたような選手ではないし、むしろ、試合に出てなかったことの方がたくさん多くて、でもその中でもまあ代表にも選ばれて、まあ、代表で試合にもたくさん出していただいたし、まあ、いろんなプレイヤーの立場に、いろんな状況にまあ自分が立たされて、まあ、たくさんの状況で、まあ、状況になってまあ考えることができるというか、いろんな立場の選手の気持ちが分かるというか、今迷っていることだったりとか、悩んでいることだったりとか、苦しんでいることっていうのは、すごく分かると思うので、そういうことをまあ理解して一緒にこう、直していったりとか、共に歩んでいけるような、まあ、人間だったりとか、まあ、指導者になっていきたいなとは思いますけど、そうですね。若い頃っていうのはそれほど、引退した後とかにはサッカーの関係するような仕事には就きたくないなとは思っていたんですけども、最近では、サッカーに携わるような仕事に就きたいし、自分の経験を生かして、しっかり勉強して、指導者の方の道に進みたいっていう気持ちが非常に強いです。まあ、一番まあ印象に残ってる試合っていうのは、まあ、いろいろ、まあ、リーグ戦の決勝でゴール決めたりだとか、入れ替え戦でゴール決めたりだとか、でワールドカップでも点数決めたとかありますけど、一番やっぱり、ベルギーに行ったりとか、まあ、セルビアに行った時に、満杯の観客の中、紙吹雪が舞って、発煙筒がたかれて、すごい熱気の中で、自分が入場していった時に、あ、や
サッカーやっててよかったなってすごくこう強く思ったのを今でも覚えてるし、それがやっぱりサッカー人生の中で一番あの自分の中で感動したかなって、はい、思う場面でした。ワールドカップとかももちろんすごいことなんですけども、苦しさがなんていうかあったので、それほどこう良かったっていうイメージは僕にはなくて、その時やっぱりヨーロッパでそういう状況の中で入場してってプレーしたことが、自分の中で一番すごくいい、いいイメージとして残ってますけど、はい、まあその21年間まあプレーしてきたんですけども、まあ、本当に何ていうのかずっとまあ苦しかったくて、まあ、もちろん試合出てないっていうこともあるし、その、まあ、試合出たとしてもまあプレッシャーがあって、その中をまあ戦わなきゃいけない。そしてもちろん結果も求められて、その中でこう期待に応えなきゃいけない。そういう苦しさもあるし、代表に選ばれたのに、代表でプレーしてたのにすぐ次の年に試合に出れないとか、まあ、まあ今年に限っては引退も近い中その試合に出れなかったりとか、常になんかそういう苦しさを伴いながら、試合に出てたとしてもどんな状況だったとしてもなんかそういうものを常に抱えながらプレーしていて、でも自分の中ではそういうなんていうのかな、苦しさがすごく嬉しかったというか、やっぱそういうものを乗り越えていって、自分をこう変えていきたい、まあ、そういうものを乗り越えないとまあ変えられないと思っていたので、まあ、そういうふうにまあプレーしながらもすごくまあこういう経験ができて、とてもいいなっていうふうに、いい人生だなっていうふうには常に思ってました。でまあ引退についてですが、まあ、本当に10月ぐらいだったと思うんですけど、練習終わった後にふと引退しようと、今までそうですね21年間プレーしてきて、どんな状況になったとしてもチームが決まってなくても、アメリカに行ってプレーをやめて、向こうでそのチームに入ろうと思った時ですら、そのやめたくないなってずっと思ってたんですけど、今年の10月の時にやめようって思って決断しました。なんか多分次に進みたいっていう気持ちがすごく強くなって、それがもうやりたいっていうことをプレーしたいっていう気持ちを超えたんだと思います。まあ、アメリカに、残ろうと思って、まあ、ビザももらえまして、でちょっと妻の体調が悪くなって一時帰国して、その次の日に震災が起きました。それで、まあ、皆さんもご存知の通り、まあ、ああいう状況になって、まあ、ちょっと
買いたくないなと思って、で、何かできることを探して、まあ結局はまあサッカーしかできなくて、まあ、そういうことを通じて少しでもまあその地元の茨城県のためになればと思ってまあプレーすることに、なりました。でも自分が何かを したいと思ってたんですけども、逆にこうなんかこういろいろ勉強させられることとか支えていただくことがもう本当にたくさんあって、なんか自分はその何かをしたいと思ってるはずなのに、いつの間にかこう自分が支えられてて、いや本当にまあ人間としてもまだまだなっていうふうに思ったし、まあ、全然力も何もないなっていうふうに思いながら、4年間プレーしてて、で今回はその、まあ、今年、ジェフさんの方にプレーさせていただいたんですけども、すごくこうなんていうのか、もう1年プレーさせていただけるっていう感謝の気持ちが強くて、必ずこう昇格させて、力になりたい強い気持ちで臨みましたが、まあ、残念ながら力になれず、本当にこう申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当今もそうだし、そんな本当にまあそんな5年間ですね、はい、何かこう自分が与えられてる与えるっていうよりも本当にこう勉強させていただいたし、支えていただいたまあ5年間でした。はい、やり残したことは本当にないですね。まあ、後悔もないですし、常にどんな状況でも、苦しい状況でも勇気を持って前進みましたし、まあ、そういう気持ちは全くないですね。まあ国内のチームではまだ鹿島さんにしかまあ挨拶は行けてないんですけど、まあ、とにかくその僕を拾ってくれた、高校の時に拾ってくれて、でまあすごく親身になって育ててもらえたクラブで、まあ、21年間まあプレーしてきて、まあ引退しますということをまあ報告してきました。はい、まあでもまあよく長くそこまでやれたなっていう、はい、そんなにまあ入ってきた時はそんな長くやるような選手だったら本当に思わなかったよっていうことは言われましたけど、はい、でもまあそのありがとうございましたっていうご報告をまあさせていただきました。そうですね。まあ一番は、まあ、すごく好奇心が強い人間だっていうことだと思います。なんかこう自分の知らないものとか、まあ、国とか、まあ、食べ物とか、まあ、人だったりもそうですけど、そういうものを常にこう見たいっていう、気持ちがすごく強くて、とにかく外に出ていきたいっていう、気持ちがすごい人間で、でとにかくまあチャンスがあったら、どこでもいいからまあ海外に出ていきたい、
もちろんサッカーで上手くなりたい、一番を目指したいっていう気持ちももちろん並行してあるんですけど、そういうなんていうのか、好奇心も常に強くて、そういうチャンスがあれば常にどこでも出ていこうというふうに常に思ってました。で、今もまあそういうふうに強い気持ちを持ってますし、そういうチャンスはまあ今後もあったらどん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 こう出ていこうとは思ってますけど、多分すごく幸運だったと思います本当に。そのでもそれは多分自分が常に前に進もうっていう気持ちがあったからこそだとは思います。何かこう諦めてしまったりだとか、そのやっぱちょっと苦しいなと思って後ろ向きになったら、多分行けてなかったクラブが何チームか多分あったと思うし、そこでこう頑張ってやっぱり強い気持ちを持って前に進もうって常に思ってたので、チャンスをつかむことができたと思います。現時点では、日本サッカー協会がまあ発行してます A 級ライセンスまでは、はい、取得してます。まあ、どこのチームっていうのは別にないですけど、まあ、しっかり勉強してプロのやっぱりサッカーチームの指導者を、まあ、監督を目指して、やっていきたいと思ってます。で、まあ、もちろんその国内とは言わずだけとは言わず、まあ、海外にもしもチャンスがあればどんどん出ていきたいっていう情熱もありますし、常にまあチャレンジして、まあ、家族がいますけどそこはまあ説得してあの出ていきたいっていうふうには思ってます。はい、セルビア、モンテネグロ、その当時、まあ、セルビア、モンテネグロだったんですけど、その、一番初めに行った時に、まあ、分裂前の、まあ、半年間、後半戦のシーズンの監督だったゼンガっていう、イタリア代表のゴールキーパーだった監督さんが一番、まあ、印象に残ってて、すごく厳しくて、すごく怖い、監督だったんですけど、みんなにすごく愛されてたし、この監督のためにみんな頑張るんだっていうことでチームが一丸となってやってたのがすごく僕は衝撃的で、そのカリスマ性だけでこんなにもチームが引っ張れるんだっていう。練習の内容とかはまあそんなにって感じだったんですけど、でもこういうなんていうのか、その監督像があるんだなっていう風なこともすごく勉強になりました。今でもすごく好きな監督です。それほどこう試合には出れなかったんですけど、毎試合スタジアムにたくさんのファンの方が詰めかけていただいて応援していただいて、不甲斐ない試合も何試合もあったんですけど、その中でこう温かい声援を送り続けていただいて、すごくいいサポーターだなって毎試合思ってます。で、まあ、僕自身はもうこうやってまあプレイヤーとして終わってプレーでチームに貢献することはできないですけど、まあ、常にジェフを見守ってますし、何かあれば、ジェフが昇格できるように、まあ、本当に小さいことだと思うんですけど、協力できることあれば協力していくので、離れずにずっとこう末永く応援していっていただけたらなと、はい、
思います。まあどうですかね、そのまああのような舞台で、まあ、ゴールを取れたことっていうのはすごく自分の中でも衝撃的だし、その喜ばしいことだとは思うんですけど、その苦しくて、そのワールドカップ期間中があまりにも、なんかゴールを決めたんですけど、そんなになんかいいイメージがなくて、嬉しかったんで本当一瞬で同点だったんですよね。そうですねっていうか同点だったと思うんで、その一瞬だけ嬉しかったんですけど、すぐにこうまだ勝ってるわけじゃないし、まあ、試合も終わってなかったんで、そういう気持ちもまあすぐなくなりました。いや別に本当に何も考えてないです。もうむしろ大会中何も考えてなかったんです。もう早く終わればいいっていうふうに思ってたぐらいですね。はい、本当に何も考えてなかったです。どうですかね。そうですね、苦しいものをこう乗り越えていって、まあ、みんなで乗り越えていって成功した時にそのみんなでその喜びを分かち合えるってことですかね。一人だとまあなんていうのかな、一人でこううまくいったとしてもまあ限られた喜びだと思うんですけど、たくさんいればいるほど関係者が、まあ、関わっている人がたくさんいればいるほど喜び合えるし、それがやっぱりやみつきですね。みんながうまくいった時に喜んでくれるっていう、それがまあ忘れられないで、まあ、今までやってきてますよね。逆も激しいですけどね、ダメな時が辛いですけど、